はい。こんにちは。長田薫です、はい。今日はね、グダーベリを、グダベリということでね、やっていこうと思います。ということで、今、話す内容を探している段階です。<laughs> うん、何を話そうかなっていうね、まあ、だったらニュース動画作れやっていうふうに、ね、なるかもしれないけども、まあ、時にはね、 俺もこうちょっと緩くやっていきたいわけですよ。うん。そういえばさ、最近こう結婚すごいよね。うん、結婚がすごいなっていうところがね、まああの結婚をしないと決めている側からするとねああ、この人も、あの人も結婚するのかというふうになってますね。まああの一番大きいのはさ、福山雅治の結婚でしょまああの、 うちの会社ではそんななんか別にね、どうってことない感じだけども、どう学校とか会社とか職場で、なんかその女性たちは発狂とか <laughs> していたんですかね。ま、あのニュース番組とかね、朝やってるニュース系のね、番組とかだと、 なんかツイッターとかさ、その時のものがまとめられて、あの中には主婦の方とかね、そういう方とかもなんか飯が作れないみたいなのがつぶやかれてたとかやってたけど、やばいね、すごいね。っていうところでの、裏っ側での千原ジュニアでしょ <laughs> ジュニアさん、あの、滑らない夫婦になりますって言った時なら、完全に滑ったからね。うん、まあああいうこともあるわけですよ。で、その後、キリンの川島。 ね、の結婚っていうところでそんな結婚するかと思ってね個人的には結婚はやっぱしたいと思わないんでするメリットがないですね何のためにするのかなあの好き同士ね惚れてる同士であれば別に一緒にいるだけでもいいじゃん 俺そもそも子供はいらない人なんで、子供欲しくないんですよ。うん。子供欲しくないんで、そこ考えると、なんか別にってのもあるし、なんか女性のためになることだよね。だからそれだけ何もないってなると、け子供もいらないし、個人的になんかメリットも見出せないってなると、 女性のために結婚をするのかっていうふうにあるじゃないなんか保証が欲しいとか、そういうのがいろいろあるじゃないなんかそれも違うんだよなと思って。だこういう話をすると、あの、いろいろね、周りの女性たちからは女泣かせだみたいなね、話をこう言われたりするわけですよ。でもまあなんかそれ言われても、 かといってなんか譲って結婚っていうのもなんか変な話でしょ過去ね、その結婚をしようと思わなかったわけではなくて、なんかしてもいいかなっていう方もいたんですが、結果し,してないけどね。罰とかはついてないんで、結果はしてないんだけど、まあでも、まあ、まあまあ、いいかな、みたいな。 まあだからね、なんかこんな俺をこう見習ったりはしないでいただきたかったりもしますけど、結婚はあの、したかったらどんどんしていただきたいなと。<laughs> なんかそれもまた変な話だけど、うん。いや、結婚するとさ、お金の自由もなくなるって言うし、時間の自由もなくなるって聞くし、なメリットがないんですよね。うん。だから、結構、 そう、結婚をしてる方とかからのふわっとした感じだと、結婚にメリットを求めてはいけないみたいなね。うん、そんな話も聞いたりもしますけど。うん、とはいえね、メリットってのはやっぱ必要でしょだって女性の方はだって保証がとか、そういうこう、本人のメリットはね、こっちにこう、来るわけだから。いや、だったら俺にもメリットを。 っていう。至極当たり前でギブアンドテイクだと思うんで。<laughs> うん、そんな感じですね。他にね、うん、お話もしていきたいなと思いますけども、最近あのね、あの、大食いの人、大食いの人、まあ有名な YouTuber だと木下優香でしょで結構テレビに出てる時から俺見ててはいたんですけど、その方ではなくて、 あの、ミスサチオとか、ゆりもりっているじゃん。あの二人可愛いよね。<laughs> あの二人いいっすよね。で、あの、ゆりもりさんの方は、なんか、ついこの間、あの、ラーメン屋さんに、自分のメニューとして出していて、本人もなんか、店員としていたみたいな感じみたいだったんですけど、まあちょっと行ってみたかったなと思いますけどね。 う,んうまそうだったし、とはいえ、言っといていかないっていうね、言っているだけ話を今この一瞬にしました。<laughs> 本当どうでもいい話しか今日しないんで、<laughs> あの、本当ガジェットの話をこう欲している場合は、別の動画を見た方がいいと思います。そう、それがね、今日初めての人もいるかもしれないんで言っときます。それが、 あの永田薫のグダべりなんでそこら辺はねご了承くださいそういうつもりで見ていってくださいうんあそうだあのねこの間ねゲー,ゲームをちょっとやっててあのー、ドミネーションズっていうねちょっとツイッターでもつぶやいたんだけどドミネーションズっていう なんだろうな、マイクラみたいなゲーム。うん、マイクラみたいなゲームを、ここ、1、2週間ぐらいやってたのね。あの、こう、細々と。細々とやっていたんですよ。したら、ついこの間、久しぶりにっていうか、2日ぶりぐらい、2日ぶりぐらいに、まあ、要は、 あの、建設してたんで、で、何時間っていう風にかかるじゃん。で、最近だと、もうほんと2日間ぐらいとか12時間とか、2日間とかっていうのがなっちゃってて、なんで、まあ、そろそろ終わったかなと思って、起動したの。したら、データが完全にリセットされてて。マジかよと思って、で、あの、プレイストアに見に行ったら、なんか同じような症状の人たちもいて、で、その後にドミネーションズに、あんまり俺、 そういうことがあったら、もう完全にもうやめちゃって、もういいやっていう風になっちゃうんだけど、その時はちょっと、あの、プレイスターを見た時に、一応ここに問い合わせてくださいっていうのが、その各、その、消えちゃったんですっていう報告に対して出てたんで、まあ、あの、暇だったし <laughs>、その、不具合報告の連絡をしたのねで。そしたら次の日ぐらいに連絡が来て、あ、結構早いなと思ってね。 治るのかなって思ったら、あのー、こういうことをしてくれみたいなのがあったわけですよ。まあ要は外部連携ができるアプリでもあったんで、それを一回試してくれと。ね。それをしたら復活するかもしれない。で、その次に、あのー、改めて教えてほしい内容があるよ。要は、それで復活しなかった場合に多分そこからデータを検索したりするんだろうね。で、 それ、今からその項目を送る、項目、そのめこのメールが来てて、そのメールに項目があるんで、それを教えてくれっていうのがあって、ちょっと一個一個読んでいくんで、聞いてて。あのねまあ、そのアプリを使っていた携帯端末の機種名。ね。で、OS のバージョン。で、君主名。君主名っていうのは、 あの、プレイヤーの名前だよね。自分がその中でやってた時の名前。で、選択していた文明。一応その文明ごとになんかいろいろやっていくやつで、選択していた文明。で、進行している時代。その文明の中の何時代をやってたみたいな。今何時代だったっていう。ね。例えば、俺日本を選択したんだけど、それが、 古代なのか、戦国なのか、とか、そういう感じ。うん。で、プレイヤーのその、レベルレベルってのがあって、レベル。で、あとは所属しているギルド。要はあの、フレンド同士で手組んで、どっかやるみたいなとか、ポイント稼ぐみたいなのができて、俺ギルド入ってなかったんだけど、だから個人ギルドでやってたんだけど、そのギルド名。で、 もし分かったら、プレイヤーの ID。ここで結構俺、うんーってなったけどね。もしも何もここまでで結構分かんないこといっぱいあるけど、みたいな。で、えっ、ー、と、アイテムの買った履歴とか日時。何買ったか。いつ買ったか。で、えー、買ったアイテム名。で、えっ、ー、と、エラーメッセージが出てた場合には、その全文。 スクリーンショットとかを撮ってくださいでこれを送ってみたいなくて <laughs> いやいやいや無理っすと思って <laughs> この使ってた機種名とか OS のバージョンとかまでは覚えてるしまああとはプレイヤーの名前ぐらいはできるけど何の文明ランダかとか何時代だったかとかレベルとかも分かんないしねっ いやいやいや、こんなにわかんないし、これを今から確認も、そもそもできないじゃん、もうリセットされてるから。めんどくさって思って、もうアンインストールしました。<laughs> 残念な、結構ね、やり込んだけど、こもう自慢じゃないけど、ここまでね、あのー、ゲームなんかは、俺もうい、い か、やったらいいかなっていうぐらいなんですよ。すぐも飽きちゃうんで、あ、こんな感じかっていう風になったら、なかなかね、最後までやりきれなかったりするんだけど、それが2週間持ったのよ。2週間やってたんだが、毎日ちゃんと。それがね、もうこんなこう、こんな珍しかったのにさ、このゲームにこう、 のめり込むの、のまのめり込むっていうか、そこまでのめり、正直そこまでのめり込んではないけど、一応こう毎日やってた、ログインしてやってたっていうのは珍しいのにね、はあ、なかなか残念な結果となってしまいましたね。で、その後に、あの、最近ね、こういろいろ Twitter とかでも見るし、2ちゃんとかでも見る、いわゆるデレステをね、 挑戦してみたわけですよ。うん、<laughs> あの、この、この話題を出したら、なんか、勘に触ったら炎上すんじゃねえかなと思って、あんまり出したくなかったんだけど、デ <laughs> レステをね、やってみたんですよ。で、あの、で、気悪くしないでね、あの、俺はもともとそういう人間なんで、悪気がないんでね、そのまま言いますが、まあ、あの、一応こう、 えー、データ量もあんまり大きくしたくないし、そんなあの、別にあの、正直なところ、その、キャラクターたちに興味があるわけでもなく、そのどんなゲームなのかっていうものをちょっと試すためにやったんで、ボイスであったりとか、その、アニメーションとかもすべてオフにして、あの <laughs>、やったんです。やったんですけど、 まあやっぱりあのここはもうほんと根本的な話をすると俺はリズムゲームダメだなと。うんあの一応できるのよだから簡単なレベルのものしかやってないんだけど一応あのらなんだろうなフルコンボとかそういう風にはできたのね、うん。まあやっぱ簡単なレベルなんでできて当たり前だと思うんだけどもそこぐらいはできたと。 なんだけど、何が、だそこを、それくらい普通にできて何がダメなのかっていうと、あの、楽しくないんだなと思って、そのリズムゲームに対して。うん。それは昔からそうで、別にこのタイトルがっていう、で、俺がそういうね、アニメキャラとか、そういうものに対しての興味がもともとない人間だからっていうところも,もしかしてある,あるかもしれないけど、それとはまた別の根本で、 昔からそのビートマニアとかさ、で、最近のスマホゲームであれば、なんだっけ、あの、ピアノのや,やつとかさ、あるじゃん。だからそこら辺もそうだったんだけど、まあ、根本的に俺多分ね、音楽ゲームとかリズムゲームがあんまりのめり込まないたちで、まあやっぱりこのタイトルも俺にはふ不向きだったんだよね。うん。それがちょっとまあ遊んでみてよく分かったかなっていうところです。 最近だと、だからゲームもちょこちょこ新しかったりとか話題なものを試したりでも、なこの間 FF 新しいの出たでしょなそれも試したりもしたんだけど、まあ、その FF もダメだったんだけど、なかなかね、あのー、結果何が言いたいかっていうと、別に特に言いたいこともないんだけど、まあ、あガチッとハマるゲームがなんかないなっていうところです。うん、そういう感じですね。で、 そう、ゲームので言うと、やっぱ PS4 が値下がりをして、そろそろ買おうかなっていうふうにも思ってはきていて、で、その買おうかなっていうのは値下げっていうところもそうなんだけど、あの、スターウォーズのゲームが出るんですよ。スターウォーズ俺結構好きで、今年の映画も見に行きたいなっていうのは本当に思ってるんだけど、そのゲームがね、出るっていうところと、 あともう一つは龍が如くで、龍が如くは結構もう前からね、いろいろやってて、まあ最近のはちょっと積んじゃってるんだけど、で、そこにビートたけしも出るっていうところで,で、ビートたけしも俺結構好きなのね、テレビタックルなんかはよく見てるし、であと映画とかもね、彼の映画は結構見てるんで、 ああ、そっか、彼が出るんだ、と思ってね。で、ちょっとこう、予告動画みたいなのが公開されてるじゃない。で、それ見ても、おお、いい感じだな、と思っていて。だから、それをやるためにはやっぱ PS4 を買わなきゃいけないと。うん、な、いうとこなんで、そろそろ買わなきゃいけないな、っていうふうに思ってます。うん。で、でそこでね、思ったのが、今年、中に 俺は一体いくつのガジェットを買えるのかなっていうのを最近思ってるわけです。まあ結局ガジェットの話になってきたけど、まあそんな詳しい話はしないよ。何をね、買おうか。だから PS4 があるでしょで、ネクサス買わなきゃいけないでしょで、Moto36 もあるでしょで、iPhone でしょで、そこまでは今買おうかなって思ってるリストになってるわけですよ。頭の中に。あとは、あの、つい最近安くなって出てきた新しい Kindle であったりとか、Kindle Fire TV Stick だっけとか、 なんか、クロームキャストなんかも新しいのをちょっと買ってみようかななんてちょっと思ったりもしていて、それを全部考えると、何十万ってなっちゃうじゃん。ね。何十万ですよ。うーん。っていうふうに今なってます。正直なところ。うん。あの、いっぱしのね、普通のサラリーマンなんで、 そんな,前なんか毎月のようにもバン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 いろいろできるわけじゃないですからどうしようかなっていうふうになってるんだよね。でだってしかも言っててもそういうものだけに使うんじゃなくてやっぱあの飯に食いに行ったりとかねあとはなんか映画見に行ったりとかっていうのもしなきゃいけないんでなんかなか、うん、みんなねこ,のこういうことは,こういうことはね誰しもが思うことだと思います。 誰しもが思うことだと思うけどもお金って欲しいね <laughs> お金って欲しいね今日はお金って欲しいねっていう話でしたはい本当にこんなんでいいんだろうかなかなかのね現金の話をすると低評価がついたりするわけですけどもまああんま気にしてもしょうがないんだよね まあ、っていうところでね、あの、そろそろ終わろうかなと思います。で、最近もう本当完全に物だけの話になってきているのが、あの、個人的にはちょっと気になってるはいるんですが、ね、あの、この間、あの、ほら、フリーテルがねあ、あの、アップルストアであれば、iTunes か、iTunes であれば、通信料を無料にするっていうプランの、ね、発表もあったりしたし、そういうこう、通信系のこともそうだし、あとはもうソフトウェアのところだよね。 あの、アップルミュージックは、あの、とりあえず俺、無料の期間が終わったんで今使ってないっす。あの、良かったんですけど、うん、一応そこはあんまり、お金払ってまで、いや、これもちょっと失礼な話になっちゃうんだけど、お金をそんなに払ってまで新しい曲とかを聴くかっていうと、今も結構もう、この年になると CD いっぱい持ってるし、 それでいいやっていうふうにもなっちゃうんだよね。新しい曲を覚えることもあんまりないんで、昔懐かしいのっていうのはもうすでにもう持ってるんだよ。所持してるんで、まあいいかなっていうのもあって、で、逆に言ったら、あの、Google Play Music も試したいなと思ったりしてるんだよね。あの、無料期間のね。で、それもあるし、この間その Amazon の,あの動画見放題プランなんかも出てたりもしてるんで、 まあそういうその通信だけじゃなくてそのソフトウェアとかサービスの方の話も今度したいなっていう風に思っています。はい。ちょっと時間をもっね。時間がもっと欲しいんだけども、まああの、ゆくゆくちょっとゆっくりとやっていようかなというところです。っていうことですんげー長く超くだらみ話をしましたが、これにてグダベリは終わりと。はい。っていうことで、また見てな。バイバイ